そう、あのおばちゃん何考えてんだ。連れが二人とも消されちまった。なんか様子が変だ。俺らを狙ってんのはおばちゃん一人じゃねえのか。この山一体どうなってやがる。やいクソババ出てきやがれ。どうかね、あっちの観光客は。三人のうち二人の始末に成功しました。もう一人も直に。ならばよし。あの老人と顔見知りならば、やつも甘酢岳の穴場を知らされているかもしれんからな。さて、そろそろ出会えるかの、幻の黄金甘酢岳に。老師、幻って本当にそんなものあるすか。さあの、何せ幻じゃからな。キッチッチッチ。山の主を倒せっつっても、何なんだ山の主って。もしかして青少獣か。キノコの青少獣、なんだか想像つきません。この島、青少獣の気配は感じられませんし。まあそう、セイクなトカゲよ、そのうち出会えるわい。運が良きやな。こっちの方かの。老師が何を追ってるのか全然わかんないっすね。この追い方、動物を追ってるみてえだけど。さて、この辺でキノコを焼くかの。え、また甘酢岳食べるっすか。さっき昼食は取ったじゃないっすか。キッチッチ、焼くのはこっちじゃ。さっきのでっけえ化け物キノコか。わしの見立てが合ってりゃ、これで山の主に会える。まあ見とるがいいぞ。それで山の主が。おいおい、本当かよ。さあな、ってこんな簡単に出てくるもんなのか。くそ。それより一旦村に戻らねえか。そろそろ俺体力限界だぜ。うるせえ、静かに見てろ。戻ってきたと思ったら悪態ばっかりつきやがって。島の連中から狙われてるってのに、のんびりしたもんだな、じいちゃん。そりゃの、山の主もせせこましいのに会いたくはないじゃろ。ん？ここにも甘酢岳が生えとるな。ほれ、そこの落ち葉の下じゃ。あ、ほんとじゃねえか。じいちゃん目ざといよな。やっぱりとってもいい香りがしますね。幻の黄金甘酢岳ってどんな味がするんでしょう。さあの、至高にして究極といったところかな。なんだ。姫エース、あっちからっすよ。
助けて。あ、男の子が襲われてます。うん、やろう、今助けてやる。行くぜ。なんすか、なんだか様子が。行け。おい、あにゃ、あのガキンチョ、魔物をけしかけてきやがった。なるほどの、坊主が気を引いて奇襲とはの。古典的といえばそうじゃな。なかなかいい手を使いよる。キッチ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 、手笑ってる場合かよ。さっさと片付けるぞ。天の恐れにこの力が出ました。来た力は止まりました。このガキンチョめ。あ、あの子一人じゃ危ないです。まあ大丈夫だろうって。魔物の護衛もおるようだしの。たくよ、ガキンチョが一人でここにいるって時点で変だったんだよな。まあ何もなくってよかったっすね。焚き火の始末するのに水使ったのがもったいないっすけど。そういや、もう飲み水あんまりねえのか。だいぶ長いこと山にいるもんな。うん、それじゃあ川を探すかの。多分川はあっちじゃ。わしゃさっきのキノコの面倒を見るから、娘っからで汲んできてくれんか。おや、水を取りに来たのかい。うげ、おっさん、ふもとの村の人っすか。ん、ああ、確かに村のものだが、それがどうかしたか。水ならほら、そこの水亀の中に煮沸を済ませたものがあるから汲んでいくといいよ。それじゃあありがたくいただいとくっす。なあ、このおっちゃんは大丈夫かよ。怪しいっちゃ怪しいっすけど、見る限り敵意はなさそうっすね。もしかすると私たちのことを村の人から聞いていないのかもしれません。じゃあありがたく水をいただいとくか。悪いなおっちゃん。なあに、構わないよ。山の中で水を切らせば困るだろう。わあ、罠かよ。あ、Bさん大丈夫ですか。け、奇襲失敗か。まあいい、このまま数で押し切れ。川エビ！
れやれ、この島にオイラたちの味方はいねえのかよ。なんか変っす。この島揃いも揃ってどうかしてるっすよ。天も恐れぬこの力、とくとご覧あれ。さあごめんなさい、ドキドキありました。これで決める。なんも怖くないわ。二度の奇襲に失敗するとは思った以上に手強い連中だな。これは一筋縄ではいきませんね。しかし奴らは一体何をしているのだ。天津竹を集めることだけが目的とは思えませんね。川は思った以上に遠かったかの。ま、火は起こしておいてやろうかの。やっと見つけたぞ、ジジイ。おいおい、あのジジイのカゴの中にまた増えてねえか。こうなりゃいただくっきゃねえな。この山は疲れるっすね。キッチッチ、しかしいい鍛錬になっとろうが。まあ確かにそうといえばそうっすけど。それじゃあの、また仮想どもを探しに行くとするか。またかよ。あのキノコ倒して報酬が出るわけでもねえし、そろそろ天津竹持って帰るってのは。B さん。お、なんだよルリア。うぎゃー、なんだこいつ。村長、あれはまさか主様じゃ。山の主様が出たぞ。あれがあれか、主なのか。すげえもん見ちまったな。こりゃあれだ、レアな体験。バカ野郎、あれを探しに来たんだろうが。すぐに主をぶっ殺すぞ。この背中、そうか、村の連中はあれを狙って懸賞金をかけてやがったんだな。なんだったんだあれ。すごく大きな豚さんに見えましたけど。あんなにでっかい豚は私初めて見たっす。あれじゃよ、わしが探しとったのは。どっか逃げてっちまったけど。何、すぐ戻ってくる。ここに奴が来る前に捕まえるぞ。キッチッチッチ。
あのおっさんたちとか村の人とか。